先発をした中山もベンチに入れてブルペン待機にしてるんですよね。さあメヒアが打席に入ります。第1打席は2アウト2塁1塁、第2打席は2アウト3塁1塁、レフトフライ、そして三振と打点を上げることはできていません。この場面がどうでしょう。ワンアウトランナーはセカンド、これでメヒアは追い込まれました。しかしよくお客さん入りました ね、 ねこのレフト側立ち見席まで出てますよ ね、 そうですね、先にお客さんもいますから ね、 ね。そのお客さんたちがフラッグを振りながら応援も続けます。左中間に入りました、第4号ツーランホームラン。第4号ツーランホームラン、5対0とリードを広げます。打球が上がるようになりましたね。上がってくれば、まあ、長打力ホームランは出てくるんですよね、はい。カーブでした、まあ、高さとしてはというところなんでしょうか、はい。まあ、甘いですけども、あの甘いボールが今までは上がってなかった。そうですよね、はい、ライナーゴロっていうのが多かったんですけど、 そうです、はい、それが角度がきちんとつきました。5対0とリードを広げます。そして森友哉、あっと抜けます。